皆さん X 見てくれましたか？ちょっとね、言ってたじゃないですか、サラピさんと仲良くなりたいって。写真撮ってもらいました。撮ってもらいました。タイパーさん、ピカピカありがとう。そう、勇気を出して言ったんですよ。そしたら、私ら間違えた、お疲れ、愛してるでいいよ。そのせいじゃ、なんだっけ、守りたいこの笑顔、ありがとう。じゃあ守って それがこうやって気づいた。さん、レインボースターありがとう。ちゃんと一歩前に出ます。え、なんで でも一歩前でもさ、自撮りする時ってなんて言うんだろう、自撮りする時って自分の方が前じゃないと撮れなくない？多分自動的にそうなっちゃう気がする。ピカピカさん、ピカピカさんじゃない、昨日もこの間違いした。ドンさん、ピカピカありがとう。スーさん、ピカピカありがとう。サラピさんにね、なんかもう緊張、本当に話したことなかったから、あんまりその頭ツンツンってされた時しか話したことなくて、かすみちゃんと写真撮りたなんでもない。え、撮ろうよ、撮ってよ 撮りに来てよ、テレイさん。そうで、そう話したことなかったからめっちゃ緊張してたんですよね。で、後で写真撮りたいですって言ったら、もうね、全然優しく「あ、いいよ」って言ってくれて、もうありがたかったですよ。くしゃみが だからもうね、嬉しかったです、めっちゃ優しくて。で、後でまた話そうねって言ってくださったんですけど、もう帰りがね、バタバタだったので、あんま話す機会がなくて、なので話しかけようと思います、次会った時に。嬉しかったですよ。ボーダー似合うね、ありがとう。今日はボーダーです。またピカピカさん、またピカピカさんって言っちゃった サラピさんとの写真よりボレーシュート、え、ボレーシュートだってね、分かんなかったもん ボレーシュートなんてあの時に初めて聞いたからさ、何か分かんなくて適当に書きました。適当は嘘です、適当じゃないよ、なんて言ったの、分かんなくて妄想じゃない、なんて言うんだっけ、想像で書きました。でも緊張して、サラビさんはど緊張した、先輩は緊張しますね、みんな。吉田さんが、あと愛子じさんとも話したんですよ。愛子じさんが、そう、韓国の話をしてくださって、で、韓国語できるの？とか、韓国好きなの？とか、いろいろ話して、で、また話す、韓国のお話しようねって言ってくださいました。もう嬉しくて、で、なんかさ、すごい趣味、なんていうの、話が合うと楽しいから、めっちゃ。嬉しかったですね。守ってて、悲しい時いつでも言ってね。じゃあいつも守って いつも守って。大ちゃん、初めましてじゃないでしょ。サラピさん、めっちゃ優しかった。中島さん、こんばんは。サラピさん、そう、TikTok 始め、昨日見ました、その通知？通知っていうの？お知らせを、公式からの。サラピさん、面倒見が良くて優しい。優しかったです、めっちゃ。嬉しかったです。先輩に可愛がってもらえる後輩になりたい。ボレーシュートのことじゃん。ドス聞いた声、ドスは聞いたか分かんないけど、ダンスさん、こんばんは。5月の広島ライブ当選したのに2日間、あ、やったー、キンドさん嬉しい。コナンさん、こんばんは。ユキミキさん、こんばんは。素敵な茨城さん、マッツンさん、こんばんは。山本潤さん、こんばんは。ピさん、ピさんって、ピさんめっちゃ優しいですね。今日も可愛いです、ありがとう。だんだん先輩との距離が縮んできて、そうなんですね、そうなんですよ、だんだん話しかけられるようになってるし、ますね、ます。ほこにゃんさん、こんばんは。あいこりえリエチに似てるって言われてるの？あんま似てると思わなかったけど、どうなんだろう、あんま似てると思わなかったけど、分かんないかも。
愛子さんは占いの、え、なんで占いできるんでしたっけ。コーラさん初めましてじゃないでしょ。愛の不時着、愛の不時着は見てないです。ネットフリだよね。見たいと思ったこともあったんだけど、なんか見てないです。キアニーさんこんばんは。サルピさんは優しいからどんどん話しかける。話しかけます。ユイチさんパムさんこんばんは。ブラックピンクとかエスパー、あれ何かなあれかな、好きなアイドルってことかな。福ちゃんさんこんばんは。そもそも一緒にお仕事したいですね。私も個人仕事欲しいです。まあもらえるように頑張ります。ゆうちさんいいことでした、いいことでした。髪型ポニーテが一番、本当に。そう今日ねメールでね、髪なんか4月からちょっといろんな髪型をしようと思って、だから何がいいかなって募集してました。募集っていうかみんなにメールで投票をしてました。何がいいんだろう。でも髪切るのも迷ってるんだけど、でもなんだろう、みんな切ってる、こんぐらいに切りたいんです。こんぐらい、鎖骨ここら辺、もう出口なつきちゃんになりたくて、マジで可愛くてもう大好きなんです最近。だから青ハライドの時の出口なつきちゃんになりたくて、この時ここら辺に切りたいんですよね。でレイヤー入れたいんですけど、でも最近切る人多いじゃないですか。最近で 3期で、だから結構切っちゃったからどうしようか迷ってる。だからどうなんだろうって思って、あれの方がいいのか、長いままの方がいいのかなとかも思ったりするけど、うんって。でもマネージャーさんにはもうちょっと切ってもいいかもって思ったって言われたけど、まあ確かに多分長いから切ろうかなとは思ってたんですけど、でも切るなら、どうせ切るなら私バッサリ切りたい派なんですよね。なんかちょこちょこじゃなくてイメチェンが欲しい人なんで、だから切るならもうここら辺がいいなって思ってって感じですかちゃんさんこんばんは。推しメンさんが卒業したというファンがこのルームに愛の不時着してくるいいやん。新白さんこんばんは。僕も4期生オーディション受かって岩崎先輩と仲良く。4期生オーディション性別変えなきゃじゃん。待ってるよ。でもキッチンさんでリアチューも髪、リアチューあれ前髪だけじゃないの、後ろも切ってたの。もっくんさんかわいい、ありがとう。ポニーテールがいいです。ポニーテールね、ポニーテールでも好評なんだよね意外と。でもさどうしようって感じ、迷っちゃう。リアチューのオキシャンマイシャン呼びで、オキマイがリアチューに夢中になってる。うわーいいな、オキマイさんオキマイさんに好かれたい。歯がないキャンペーンまだやってる。何それ、やってないよ。みんな髪色とか髪型とか変えてるメンバー多いとステージだった時判別できなくなるの。あー確かにね、いきなり変わるとそうかもしれない。確かに。でもどうしようって思って3期で本当に、だからもうみんな切ってもらうか私が切るかどうしようかなって。だからボブ似合ってるやん、本当にありがとう。ちょっとでいい、長い方がいい。どうしよう、迷う。サコさんはねめっちゃ長いよね。あでもあれはすごい、サコさんの何なんていうの、特徴じゃない、チャームポイント分かんないけど、なんかだからめっちゃいいなって思う。多分一番長いじゃないですか ST の中で、だからいいね。新年度のプロフに出口のアクスティさんになりたいって書いたら、確かに書こうかな、書きたいレベルで好きなんだけど。ボブなんかミディアムかな、ミディアムぐらいかもしれない。たけさんこんばんは、ごきげんよう。森生さんと今日は会ってないんだよね。短かったらあんまりアレンジできなく、そうだからね迷ってた。短いともう外跳ねか内巻きか、ここら辺ちょっと編み込むかとかしかできないから、どうしようって思って迷ってた。トッペさんこんばんは。鍋さんこんばんは。24フルートさんこんばんは。マリティニア本当に昨日壇上入ってた。待って、ごめん覚えてないか。もう3期全員ボブになりそうな勢いあるかも。なってほしいかも、じゃあ逆にもう2人切ったからさ、あと
3人ぐらい切ってもらったらもう切らないっていう決心がつくかも。ベニスバイガニさん、エビミさん、こんばんは。馬太郎さん、こんばんは。トレードマーク、あ、トレードマークか。振り回すと物理的に武器になる。え、そう、昨日ね友達と遊んでて、なんか自分なんだろう、学校でめっちゃバカしてた人なんですよ。バカっていうか、だから友達もそういうノリの子が多くて、昨日は友達にわざとこうやってやってました。でも怒らないんです、友達は。もうやめて、本当に髪切ってみたいな感じですね。誰もが短く知った瞬間に可愛いって。確かに、でも似合ってたらだよね。似合ってない、似合ってなかったら可愛いとはならなさそう。さこさんは長髪黒髪路線継続って言ってる。でもね、いいね、あんぐらい長いと。逆に長いといろいろできるから可愛いですが、かすみちゃんは可愛いから何をしても、え、嬉しい、ありがとう。昨日の巻き髪も良かった。本当に良かった。これユーナってユーナ絶対ちゃうやん。こんばんは、コーラさん。花火師さん、こんばんは。方言でもあり、あ、そうなんだ。今吉田さんとのツーショット見てきた、コメントしてた。本当に嬉しい、よかった。やったやった。みんなコメントもリポストもハートも全部やってね。絶対強制だよ。矢田さん、こんばんは。ボブは完成してるからアレンジする必要ないのよ。まあ、確かにそういう髪型だもんね。おだやんさん、こんばんは。なおあさん、こんばんは。ボブが好きやけど、さこさんはもう時期にお話か。え、何、気になっちゃう。銀色金魚さん、こんばんは。長い方がいい。長い方がいいのかも。でもじゃあ長い方があれかも、いいっていう人が多いかもしれないから、長いまま行こうかな。じゃあでも短いのもいいって言ってくれる人も多いからちょっと困っちゃう。矢崎さん、ポニーテールのイメージ、そう、ポニーテール、そう、ポニーテールキャラもいい。なんか3期でいないじゃないですか。多分先輩は、多分あかりん、自分的なイメージはね、あかりんさんとかサラピさんとかがポニーテのイメージなんですけど、でも3期で多分いないからポニーテキャラにしようかなとも思ってるんだけど、でもポニーテだとおもながが多分目立っちゃう気がしてて迷うんですよね。あとポニーテだとアレンジがさ少ないじゃないですか。だからポニーテ、まあね、ポニーテのイメージが強い、よく言われる、よくは言われないけど、まあ、ただポニーテが好評だからポニーテしてるだけなんだよね。あとなんとなく、ニラテクスさん、こんばんは。その服のボーダーの上から 1,2,3,3,4 ここら辺ってこと？ん？5ってどれ？これか、これここら辺？あ、でもここら辺だったかもね、出口なつきさん。確かにあんま短すぎると似合わないかもしれない。トリオさん、ドリオ2さん、こんばんは。ジョンドさん、お疲れ様です。言ってる、ありがとう。今まで STU で切った子見ても分かるように似合わない子いない。確かにね、みんな似合ってるね。なんでだろう、いいな、羨ましい。どうしよう、似合わなかったら。かすみはどんな髪型も可愛い、ありがとう。かすみ、ロングもショートも似合う。え、本当に、どうしよう。店長って誰。サトシさん、こんばんは。ポニーテルキャラは貴重で、本当に貴重なのかな。3期でポニーテルキャラになっちゃう。でもね、ポニーテールってどうしようかな。でも、まあ、ポニーテール、じゃあポニーテールキャラになろうかな。でもたまにポニーテールじゃなくなる。5割ポニーテールで5割ポニーテールじゃなかったりするかも。やばい、足がしびれちゃった。髪の毛伸ばしてるんだ。かすみが切ったら切りたくなっちゃう。え、じゃあ一緒の髪型にしようよ、あやみちゃん。フラペチーノさん、はじめましてじゃないよね。ないでしょ。ヤシーさん、こんばんは。みつさん、卒コンの配信でかすみ見つけやすかった。確かにポニテ少なかったかも。あ、でもゆいなもポニテしてたか。でも本当はね、自分あの日おろしが良かったんですよ。おろしにしようと思ってて、でも音声さんかな、だったかな、にヘッドマイクだったんですよね。あのヘッドマイクつけるから、おろしだと髪が引っかかっちゃって、こうやって、だからおろしじゃない方がおすすめって言われて、でリハーサルした時におろしでやったんですよね。ヘッドつけて
確かに引っかかるし、なんか振りに集中できなくて引っかかったら、でも結局ポニテ引っかかってたんだよねあの日そうだから言われてポニテにしたんだけど、本当はおろしが行こうと思ってました。顎のライン、顎のライン似合うかな、おもながだけど大丈夫かな、わかんない。さっきはツインテールの子が多い、え、どうなんだろう。でもツインテールキャラは可能だよね、みんな。でもいろんな髪型するかもしれない、あんま一個これしかしないっていうのを叶うぐらいかも。叶うは本当にツインテしかしない気がする。じゃあツインテールキャラ、ツインテールキャラはね、ちょっとツインテは似合わないんだよね。ココアさんに、ココアさんに相談したい。またサラさんに話してみてね。え、話したい、サラさんとサラピさんと話したいです。足の裏をツンツンして、やだよやだよ。森岩さん、たっちゃんさん、こんばんは。リーチがデコ出しキャラになりつつある。え、そう、自分もでもデコ出し迷ってたんだよね。あ、今日眉毛、あ、眉毛描いてるけどどう思いますか、デコ出し。そう、今日マネージャーさんに言おうと思ってたんだけど忘れてた。デコ出しどうですかって。でもね、ひーちゃんに言ったら、ひーちゃんはねあんまり良くないって言ってた。おもながだから、おもながだから、おもながが目立っちゃうよって。でも今日眉毛描いてるからさ、これで判断できそう。でも固めてるんだよね。どう思いますか皆さん、デコ出し。でもデコ出しじゃない方がいいかもしれない。なんかちょっとおでこが広いかも。どっちがいいかな。 XJAPAN みたいに縦髪にする。え、何それ、わかんない。縦髪って何、こういうやつ。え、わかんない最近すごく綺麗。あったに、ありがとう、ま、出さない方がいい派。あ、もう出さない。え、でも前髪ある方が好き。あ、でも多いか前髪派が。じゃあ前髪ありにしよう。なくさないもん、なくさないとこ。最近ね、最近なんだ、そう、19期生、あ、 AKB48 さんの19期研究生さんの伊藤桃香さんって知ってますか皆さん。めっちゃ可愛くて、もうびっくりしました。私はあんな子が、でももともとスタダらしいですね。スタダの子らしいんですけど、もうめっちゃ可愛すぎて、もうびっくりして、もう本当に本当に可愛い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 と思って。私多分 STU とあとこの何、共演した方、共演っていうかお仕事関係の方で、お仕事で関わった方と、あと橋本環奈さんも好きなんですよ、と出口夏樹さんしかしてなかったんですけど、もう可愛すぎてすぐフォローしました。もうめっちゃ可愛いと思って、もう無理、もうあの子になりたい、もう本当に可愛い、もうと思って、で出てフォローしたら出てくるじゃないですかね、出てくるじゃないですか。もう可愛すぎて、もう見るたびに可愛いと思って、今日ねメイクのやつを上げてたんですよ、伊藤桃香さんが。これ使ったらこの顔になれるのかなとか考えながらそれ見てた。本当に可愛い、本当にね。だからちょっと共演させてください、本当に。もう会いたい、伊藤桃香さんに会いたいと思って、会えないかなって思ったんですけど、もうめっちゃ可愛すぎて会いたいです、本当に。会わせてくださいもう可愛すぎる、伊藤桃香さん、伊藤桃さん。猫出しいいですね、本当に。前髪中、確かに前髪で変わるよね人って。でもここはあきんどさんに聞こうえ、あきんどさんにも聞きたいし、みんなにも聞きたい、他の人にも。じゃああきんどさんとみんなはどう思う帝国さん、こんばんは。前髪流しても、確かに流すのね、流すのはやってないかも。いろいろと変えてみるのあり、見てみたい、確かにあり。リーチね、前髪なしの方が好きなんだよね自分、昨日見て思った。めっちゃ可愛いと思って、だから前髪なしの方が好きだなと思った。
あとね、あの子も顔が大好きなんだよね。あの HKT のもがみさん、もう可愛くないですかあれ。どうしたらあんな顔が生まれるのって思って、もう可愛い可愛い可愛いって。なんかもう嫌です、可愛い子多すぎます。もう嫌だ、可愛くなりたい。私が世界で一番可愛くなりたい。総本店さんです。おきちゃんもの、おきちゃんさんもの、もまらこじゃないけど、ね、確かに似合ってる。確かに言われてみれば。そう、いとももさん、いとももさん可愛いよね、可愛いよね、本当に可愛い。もうあの顔になりたい。のりさん頑張ってください、ありがとう。たち兄さんこんばんは。最近の AKB は AKB さんもっとプロを取るようになって、あ、そうなんだ。北海道の可愛い人ちゃんさんが大変、わかんない、ちょっと調べとくね。かわゆいちゃん、なんか聞いたことある。でもちょっと見に、見て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 。のりじいさんこんばんは。19期生さんの一人とオンラインで話す、もしかしていとももさんですか。自分は知らん。でもかわいい、そのなんだっけ、さえりー、ちょっと待って、ごめんなさい、わかんない、ちょっとにわかだ、ごめんなさい。かずや22さんこんばんは。あやんさんこんばんは。かずみも負けてない、本当に本気で言ってる。お話し会参加しちゃう。19、お話し会参加したい。お話し会参加したいぐらい本当に好き、顔が。19期生確かにすごい。いやいや、かすみも可愛いし面白いし。本当によかった。研究生でフェス出れたらね。そう、出たかった。てか研究生もうフェス出たかった。あ、髪の毛が。あっちのかすみさんと仲良くなれば。確かに確かに、AKB さんと仲良くなりたい。でも関わりがないんだよね、すごい。アイリーさん初見です、ありがとう。クロフェスでワンちゃん19期生さんと共演ないか。どうかな、クロフェス出れるのかな、そもそも。もがみさんはザオデコだ。そうだから、もう可愛いってか似合ってる、本当にいいね。あれ可愛いですね、あの子。あの子じゃないです、あの方。もがみさんは芸能人になるために生まれてきたみたいなのか。本当にね、羨ましい。もうあれはもうね、もう可愛い、本当に。どうやったらあの顔になれるのってぐらい可愛いね。僕も負けない、矢崎さんより可愛くなる。可愛くなるって。濃い顔が好きなよう、確かに濃い顔が好きなのかもしれない。あのね、なんだ、自分 K-POP アイドルももともと好きで、で伊藤桃花さんがめっちゃね、知ってる方いるかな、宮脇さくらさん、宮脇さくらさんがいるグループ、ルシラフィムっていうグループがあるんですけど、その中にいるメンバーの方にめっちゃ似てて、伊藤も、わかんない、これは私だけかもしれない、価値観が違うので人によって思うかもしれないけど、なんかパッと見た時にめっちゃ似てるなと思って、もうその時点でもう好きでした。もう伊藤桃花さん本当に会いたい、可愛い、めっちゃもう大好きすぎて、ひーたんちに泊まった時にね、ずっと可愛い可愛いって言ってて、もう分かったってって言われます、いつも。自分は可愛いだけじゃ釣られませんぞ。じゃあスーさんは何で釣られたの、かすみの。かすみのおすすめされた子をチェックします、スカイベンダーとして。浮気はしないでね。なんか今美って感じ、そうなの、美って感じです。岡本海里さん、岡本海里さん、でも可愛い、みんな可愛かったです、19期生さん。もがみさんはリリタンさんがお気に入り、あ、そうなんだ、じゃあタイプが合うかも。はじりこさんこんばんは。19期生全員握手して反応見ておきます。見といてください。じゃあついでにかすみの紹介もしといてください。チカッパとかでもがみさんと共演でき、したい。でもどうなんだろう、
あと5分、じゃああと3分になったら男女読もうかな。教えて。ユイニャが SK の岐阜出身の子とショールームのコメントで仲良くなってからかすみも、え、そうなの、なりたい、なんで、どうやって仲良くなるの。あ、もう3分、ちょっとじゃあ読もう。よし、岩田さんハートありがとう。ちょっと待って、これギフト読めてなかったかも。あ、金田さんハートはめっちゃありがとう。 スティさんかな、 STI さんハートめっちゃありがとう。ちょっと男女読みます。13人の方、あきなさんありがとうございます。12人の方、うらべさんありがとうございます。11人の方、くまねパパさんありがとうございます。10人の方、栃木のすーさんありがとうございます。9人の方、ひろさんありがとうございます。8人の方、だいちゃんさんありがとうございます。7人の方、やっしーさんありがとうございます。6位の方、タイムファイヤーさんありがとうございます。5位の方、にゃんきちさんありがとうございます。4位の方、どうさんありがとうございます。3位の方、それが恋と気づいた、ちょっと待ってよ、くいわ、ちょっと待って待って、ちょっと気づいた岩沢さんだよね、よかった。さんありがとうございます。2位の方、まっちゃんさんありがとうございます。そして1位の方は、ドゥルルルルル、瀬戸の誠司さんありがとうございます。みんなありがとう、今日も見ていただいて本当に本当に。リーチからサラピさん通信にリプが来てる、うわちょっと想像がつくなでも今明日しか返信できないよリーチ。そう、私はまだ19なので、もうちょっとで終わっちゃいます。またまたみんな明日できるかな、お昼かも、でもするとしたらできるかもしれないけど、お昼になっちゃうけど見てね、よかったら。暇だったらでいいよ、お仕事サボんないでね頑張ってください。明日も一日、今日も一日お疲れ様です。明日も見れる方は見てください。おやすみなさい皆さん、おやすみおやすみ、今日も一日お疲れ様です。しっかり早く寝て体を休めて、嫌なことは忘れましょうバイバイ、おやすみみんな、おやすみなさい。ちょっとあんま終わんないな、あと多分15秒ぐらいな気がするんだよね。おやすみ、明日の予定を Now? 本当に誕生日おめでとう、ありがとう、ちょっと早いけどありがとう、おやすみ。あ、そうだ、あやみちゃん、あやみちゃんさ、みちさんの卒婚の日、あれ違うっけ、ちょっと待って、またごめん途中になっちゃった。おやすみみんな、バイバーイ。ちょっと期末タイムなので自分で終わるね、バイバーイ。